口神社に来てます。後ろがね、なんか水門があるんですけど、水路なんですかね、この辺りのね。うん、こういうところにあるね。溝の口という辺りですね。平成2年に参道改修をしているので、結構綺麗な参道ですけど。今周りはなんか工事をしている。富士会館、会館が富士神社、富士ですね。社長に5000円、あ、溝口神社なんですね。この方に行ってください。御朱印は溝口神社ですね。赤木社の南側の丘にあった鎮守さんなんですけど、うん、なんかいろいろ変遷がありますね。まあこの辺り詳しくは溝口神社に聞くといいと思います。お前様がいて、この辺りはちょっと珍しい。こいつはあの手水なんですけど、水はあった。何でしょう、ちょっといいでしょう。牛頭天皇って感じでしょ。こちらがこの参拝です。お賽銭はこの中に入れてくださいという形ですね。どうしたの、お賽銭箱。はい、こちらが本殿の脇ですね。よしの、うん、多分みこしが、南神社かな。どうだろう、考えちゃうかな。うん、なんかね、脇に何かあるっていうふうに書いてあったんですけど、何のことだかちょっとわからないですね。